ガスガスいってる。あいよー、即死効果。うまいじゃない。オッケー。画面の前の皆さん、こんにちは、ゆうきです。ドラゴンクエストビルダーズ2、破壊神指導と空っぽの島、マイペースビルダー、本日もやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあね、そろそろね、新しい、今空っぽ島の開拓が終わったので、そろそろ新しい島に行くんでしょうかね。ちょっと、じゃあ進めていきたいと思います。とりあえずここに行くんでね。行きます。ワープ。いやー、楽しみだな。次の島がどんな島なのかわからないから。はい。ほっほっほっ、ピラミッド作りに和室作り、見事に赤の開拓地を開拓できたの。となれば次なる開拓地での新しいもの作りじゃな。きたー、楽しみ。楽しみだな。そのためには襲ってくるハーゴン軍をなんとかしなきゃ。それに魔物と戦うには人が足りない気がするの。みんなもそもそも戦士ではないし。では共に戦う仲間を探すべく次なる新しい地に行ってみるか。はっ、新しい地か。どんなところだ。そこはムーンブルク。誰も訪れるもののない禁断の地。絶え間ない戦いの地じゃ。へー、ムーンブルクって聞いたことある。2のやつだよ。やっぱ2がテーマだからね。ムーンブルクってあの絶え間ない戦いってどういうこと。だってムーンブルクは絶え間ない戦いなんて面白そうだ。俺にぴったりの場所だぜ。本当はそのような場所に可愛いお主たちを行かせたくはないが、わしももはやそこしか案内できぬ。どうしても行くなら船着き場の山頂に相談してみるがよい。なるほど、じゃあ行きましょう。ムーンブルクに行くと。了解。楽しみ。ちょっと小さなメダル渡す。小さなメダル、あれ、お宝と交換するぞい。おお、たくさん持ってるよ。10枚確かに預かったぞい。メダルを14枚集めてくれたお礼じゃ。ローレシアの服のレシピをプレゼント。おお、やった。18枚集めてくれた町の学習集をやると、街角の楽譜を、ひたすら町のが、すごい楽譜がいっぱいあった。おお、すごいすごいすごい。みんな、お主よからメダ、ちょ、焦って喋るな。メダルを20枚預かっておる。22枚になったとき、わしを取っておきのお宝、ヒゲをやるぞい。やったわ、ヒゲだって。ヒゲかわいいじゃんね。おお、ローレシアの服。これ強いのかな。防御力そうでもなかったな、今な。まあでもいいでしょう。かわいいね。かわいい服ってことだよね。どこ？あっちか。船着き場。飛んじゃう？飛んじゃう？それとも、ふわーで行っちゃう？ふわーで行っちゃおうか。よいしょ。せっかくだし、ふわーで行こう。空っぽ島とも当分またお別れなんだろうね、これね。あの、俺の作った、ゴージャス船着き場。ゴージャス船着き場からの、あれですね。お休みどころ？お休みどころ。ゴージャスお休みどころ。オッケー。あー、大丈夫だ。オッケー。ルカさん、ちょうど声をかけに行こうと思ってたんですよ。新しい航路を発見したんですよ。新しい航路か。ひょっとしてムーンブルクとかいう場所に行けるのかもな。航路の先にある島はなかなか大きな島のようでやす。新しい素材や仲間を一度見つかるでやす。関谷でどうか。風の噂でやすが、その島には剣術の得意なかっこいい騎士がいるそうでやすよ。ほう。ただただでやす。島全体ただならぬ気配がするんですよ。できればあまり近寄りたくない島でやす。他に大きな島もすそうでやすし、ルカさん行きたいならお手するですが。関根だわ。今の出た、分かったでしょ今の。もうね、闇上がりだからね。もうほんとね、1ミクロン闇上がり。だからたまに出そうなの。もしどうしてもぜひが引いても言うなら、足にもう一度声かけるでやす。行くよ。ムーンブルクで。さあ、ムーンブルク島に行けるようになった。しこう。あ、コメントいつもありがとうございます。あの、とりあえずね、今回はストーリー進めていきます。やっぱね、進めていかないと、やっぱり新しいものを作りたいから。ただし、足の船は大きくないでやす。この島で集めたものは置いていってもらいますよ。はい。ルカ？いよいよ新しい場所に行くのね。だけどムーンブルクなら今までみたいに凶弾に襲われることもないわ。美しい王女様が迎えてくれるはずよ。
白爺が絶え間ない戦いとか禁断の地とか言ってたのが少し気になるけどね。ルーカ、この島のことは我が家たち任せておけ。ウルのことも娘として面倒を見るぞ。いないじゃん、ドルトン。いないじゃん。いやよ、ドルトンってカレー臭がすごいから。ところでシドちょっと待って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 、生き量がいるぞ、ドルトンの、ドルトンの生き量がいるぞ。ところでシド、あなた赤い石板が光った時苦しそうにしてたけど大丈夫なの？もちろんだ、俺はお前に心配されるのやわじゃない。ルカさん、シドさん、くれぐれも無理せずに何かあったら帰ってきてくださいね。生き量がいるぞ、チャコの、チャコの生き量がいるぞ。ペロ、あなたたちがどんな新しい仲間を連れてきてくれるか楽しみに待ってるわ。生き量がいるぞ、ここにも生き量がいるぞ。おかしいぞ、おかしいぞ、おかしいが、おかしなことになってるぞ。さあさあ船に乗るでやす、すぐに船に出しやすよ。大切な別れの場面でなんか生き量が出てきたぞ。ルルちゃんしかいないぞ。ルルちゃんとわしのペットだけだわ。どうじゃハーゴンよ、不毛であったこの世界にもものづくりが満ちつつある。たとえいずれ消えゆく幻の世界だとしてもわしは信じたいのじゃ。人間のものづくりの力をな。いずれ消えゆく世界、どういうこと？みんな消えちゃうってこと？夢落ち？夢落ちで、夢落ちで、夢落ちじゃないわ。消滅に向かってるってことなんだろうね、多分ね。ちょっとわかんないけど。俺の早くこの喉の変虫も消滅してほしいんだけどね。どうにかしてくれよ、これほんと。なんかいい柄っぽい。いい柄っぽいっていうかね、なんかね、えへんする。えへんえへんするの喉が、助けてください、誰か。本当に。起きた！ムーンブルク、終わらない戦いの島。おー！着いた！ほう、ここが白爺のやつが言ってた、近寄るもののない禁断の島か。あっしはここでお待ちしてるでやす。空っぽ島に帰りたくなったらいつでも来るって来てくれでやすよ。ところでルカ、この白くてふわふわしたのなんだ。確かに今までの場所とは少し違う。破壊の神よ、ここは戦いに満ち満ちした島、破壊の力を解放するにふさわしき地です。復活の日は近い。この地では私も力をお貸ししましょう。またあの声か。クソ、なんだって言うんだ。やや。お、誰だお前たち。お、来た来た。ここは人の立ち寄る島じゃない。魔物の仲間でもないならすぐに立ち去れ。神々だな今日。いや、魔物の仲間にしては随分気の抜けた顔だ。こんな緩んだ顔の敵はいない。君はここに何しに来た？緩んだ顔って失礼だな。え、ビルダー、自分たちの島で共同で戦う仲間を探しに来た。ビルダーか。ということは君がこのムーンブルクを救う伝説の。僕はリック、このムーンブルク王国の兵士長だ。ルカ、ビルダーの君に頼みがある。僕と一緒に来てくれ。さあ行こうか。初対面なんやんわよ。初対面で急に雪だよねこれね。雪、あれ、雪ブロック、わお、雪ブロック、雪ブロックは毒が。お腹減っちゃいそうだから早くしてほしいな。お、王様ギョエーリック、こやつは誰だ。よもやらてか。
王様、そしてジローム様、この者こそ待ち焦がれていたビルダー、我らを戦いに導く破壊の使者です。ギョエ、それは誠かです。また読みづらいキャラ出てきたな。いえ王よ、そんなはずはありますまい。こんな朗らかな顔の者が破壊の使者とは。ああやはりわしらはもう戦いを続けることはできるのじゃ。破壊の使者、戦いを続ける、一体どういうことだ。おそうだった、アネッサよ、しっかりせい。若者よ、そなたが誠のビルダーであるのならこのムーンブルク王から頼みがある。誰か倒れてる、誰だこれ。女の子っぽいな、違うかな。これなるは我がムーンブルク王国の将軍アネッサ、敵の手にかかり毒に侵されてしまったのだ。そなたが誠のビルダーであれば毒を癒す毒結晶くらいならたやすく作れるだろう。素材の薬の葉と苦きの粉はこの辺りが入っておるはずだ。毒結晶を作り押しに渡してくれ。おう、作り方分かってんだったら自分でやれよ。作り方完全に分かってんじゃねえか、把握しちゃってるよ。俺の方が把握しなかったもん。あれ、毒結晶ってどうやって作るんだっけって今思っちゃったから。はい、苦きの粉、はい、センキュー。あとなんだっけ、薬の葉か。はいはい、これいいのかな。はい、これ作れるかな。え、合ってるかな、合ってるかな。ほい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 。毒消し層を作ります。ほい、 OK、 じゃあ渡す。おお、毒消し層ができたのだな。ということはそなたやはり、ひとまずその毒消しをわしにくれ。はい、はい、おお、これだね、その毒もいる、敵とも戦い続けられよう。よっそれにしても神をも恐れる堂々と物を作るとは、やはりそなたはビルダーに違うまい。ものづくりを悪とするハーゴン教団の信者たる我々にはそのようなものづくりとてもできるからな。この島の連中もハーゴン教団の信者ってわけかよ。だがだとしたら貴様らは誰と戦ってるんだ。頭でっか。頭でかくね、カブト。おお、アネッサ。お与えいただき、毒消す、お与えいただいた毒消す層で毒が癒えたようです。誰がこの毒消そう？ん？君は一体？強そうアネッサ。いいね、この子はヒロインか、今回のな。どう見てもこの子はヒロインだよな。何？ビルダーだと？君が毒消そうを作って私にくれたのか。敵の軍勢に城を占領され、我らの戦いもついに終わりかと思ったが、破壊の使者たるビルダーが来てくれたのじゃ。これもハーゴン様のお導きかもしれない。ビルダーか、私の毒を癒したことを感謝する。これで私も戦いを続けられる。そのためにもまずは敵に占領されているムーンブルク城を取り戻さなくちゃね。ルカ指導、詳しいことは後で話す。一緒に城を占領する敵を倒してくれ。闇上がりのアネッサは王様とジロームたちとここに残るんだ。二人は僕が案内する。敵に城におる敵を手強い、近くにある薬の葉の茂みから薬草を作っておくと良いだろう。うんって待つ人たちだ。うんって。さあ行こう、ルカシド、僕についてきてくれ。薬の葉ねえや。いらねえや、大丈夫、行くぞ。お、でかでか、城でか、超でかいじゃん、城ね。おお。おお、あ、え、白じゃねえ。あ、でかっ。え、どれどういう状況。おお、雪がなくなってくる、ちゃんと歩くと。これ城ボロボロじゃん。これが貴様らの城か。ムーンブルク城なんて大層の名前の割にはボロボロじゃないか。ああ、すべて敵の軍勢に破壊されてしまってね。かつて巨大の城は見る影もない。ん？
どうしたルカ、この時に考え事か。何？ムーンブルクは一度滅ぼされたが、もう復活して王女がいるはずだと。王女？ムーンブルクには王女なんて。あ？おい、ルカ、あそこに魔物がいるぞ。間抜け面がいるわ。けっけっけっけ、ちょっと勢いに乗って攻めすぎたかな。けっけっけ、人間、まだ生き残っていたか。おい、みんな獲物だぜ。こいつからやろうぜ。もうチビスケ、チビスケやれ。高速、高速、やば、武器がもうやばい。オッケー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 。あー、寝た。強いな、チビスケ。意外と。オッケー。チビスケ、こら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 、オッケー。俺の城。前のではない。なんだこれ、なんだこれ。あー、ゾンビマンだ。ゾンビマンだ。オッケーオッケー。はい、ライス。なんか、てこつってんな。大丈夫か、大丈夫か、ムーンブルクの騎士。お、回転切りやった。あい、やったー、倒したぞ。ウキギ、いいぞいいぞ。その往生際の悪さこそ人間。けけけ、だがいくら俺を倒しても城を包囲してる大軍勢にはかなうまい。貴様らは教団の教えに従っていつまでも戦い続けるがいい。それがムーンブルクの宿命だ。はぁ、あ、はぁ、あ、やった、これでムーンブルク城を取り戻したぞ。ありがとう、君たちのおかげだ。取り戻せだと言ってもな、こんなボロボロの場所取り戻したって嬉しくないぜ。ところで君たちの武器はルカが作ったのかい。ものすごい破壊力だったけど。ビルダーか。これはひょっとしたら役に立ってもらえるかもしれないな。そんなことよりどうなってるんだ。さっきのは教団の魔物だろ。教団の信者の貴様らがどうして。そなたたち、教団の魔物たちを倒し城を取り戻してくれたのだな。素晴らしい働きだ。これで我らは教団の教えの通り、教団と戦い続ける。二人に感謝するぞ。僕たちムーンブルクの民は、信仰するハーゴン教団の教えで教団と戦い続けることが義務とされているんだ。なんだよそれ。教団にいる、言われてずっと教団と戦い続けてるのか。そんなバカな話があるか。敗北が訪れるとき、破壊の使者とルビルダーが現れる。そして戦いは継続される。この地の古い伝説だ。教団が破壊するものを作るビルダーこそ天が使わした破壊の使者。戦争こそ破壊の極地。勝つことも負けることも許されず、永遠の戦い続けることが我らの宿命なのだ。でもひょっとしたら二人がいれば教団に勝てるかもしれない。この宿命から逃れられるかもしれない。リック、お前まさかそんなことを言うとは。本気なのか。カーリック、わしらは教えに従って戦い続けておる。教団に勝つなどあってはならぬこと。黙れハゲ。ルカ、君は共に戦う仲間を探しにここへ来たんだろう。戦争が終わったら僕は君の島に行くよ。だからお願いだ、教団を倒し、この戦いを終わらせるために僕と一緒に戦ってくれ。嫌です嫌です嫌です。そんな戦いの宿命から逃れたらめだよ。君の力が必要なんだ。だからお願いだ、この教団を倒し、この戦いを終わらせるために僕と一緒に戦ってくれ。あ、いやいや、いい家にしたかったのに、はいにしちゃったよ。ありがとう。いや、ちょっと待って、感謝する。待ってくれ。ちょ、俺はいい家なんだ。僕は死ぬのが嫌だ。僕は絶対に死にたくないんだ。ビルダー・ルカと言ったな。命を救ってくれたことを、玉座を奪還してくれたことを改めて感謝する。しかし断っておく。私も王もジロームも教団に勝つ気はない。我らはこれからも教団の信者だ。
ただ戦いを続けるためには失った兵力を取り戻さなければならない。そのための協力はお願いしよう。我らの第一目標は陣地の確保だ。兵力を蓄え敵を立ち向かい撃つには広い陣地が必要となる。まずはこの城の壁を使い、今我々がいる玉座の間を壁で囲ってくれ。玉座の間の二段の壁を囲えば、そこが最初の我らの陣地となろう。やるけどさ、やるけどね。はい、はい、おお、壊れた玉座の間を城の壁で囲んでくれたのだな。これでここが最初の陣地になった。陣地陣地っていうか、ただの狭くてチンケな部屋じゃないか。確かに今はそうかもしれない。しかしあの城の壁は敵が壊せない強力な壁なのだ。城の壁でたくさんの部屋を作り陣地を広げていく。そうすればできることも増えていくはずだ。この玉座の間はそのための最初の陣地であり、陣地を広げていく起点となるだろう。アネッサは僕の同期でね、戦術に長けた優秀な兵士なんだ。君たちも学ぶことがあるはずさ。彼女は昔から堅物でね、今は教団に勝つ気はないなんて言ってるけど、ルカのものづくりを見ればきっと。いずれにしてもだ、最初の陣地を作ってくれたこと感謝するぞ。せめてもの褒美を使わそう。はいはい、達成。ちょ、面白くないそうだな。うん、この気配は気配。シド君どこ行った。あれ、気配の話は。ああ、そういうことね。ルカ、どうやらここに魔物どもが迫ってるみたいだ。着いたばかりだってのにもう敵が来るとはな。戦争の地なんて言うだけはあるぜ。どうだルカ、戦いの準備はいいか。当たり前だ。よし、それじゃあ早速人暴れしてやるか。王はこの場でお待ちください。城の壁が囲われたこの陣地なら魔物も入ってこられないでしょう。うん、よし、やってやろうぜルカ。おじゃじゃ、入ってきた入ってきた。壊れないけど入ってくる。 OK OK。 OK OK OK。 ガスガスいってる。はいよー、即死効果。何も言ってない。OK OK。 即死効果、毒針が強い。はい、余裕。なんかやってんな、ここで。ほっ、あ、いでいでいで、いた。ふざけんな、こら。 OK、 また終わりました。バトルコンプリート。 OK、なかなか骨のある魔物だったな。さすが戦争の地だぜ。シド、いい戦いぶりだった。そしてルカが作ってくれた陣地で王を守ることもできた。そういえば魔物のやつら壁を壊せないとか言ってやがったな。お前の言う通りだったな。そう、波の魔物では城の壁は壊せない。城の壁で部屋を作れば陣地を拡大できるのだ。これからしばらく城の壁で部屋を作り、少しずつ陣地を広げることを目標としよう。だが強団の圧倒的な兵力に勝利するのは不可能。負けずに戦い続けるのは精一杯なのだ。ルカ指導、私は君たちが何をしようと邪魔はしない。しかし強団に勝とうなどと思わぬことだ。命ある限り戦い続ける。その強団の試合は私の信念そのものなのだ。すまんのが、分かってくれ、すまんのが。おお、終わりましたね。はい、じゃあね、ドラゴンクエストビルダーズ2、破壊神指導と空っぽの島、マイペースビルダー、次回もやっていきたいと思います。いや、楽しいね。今回戦いのお話なんだろうね。戦って、まあ、どうにかしていくと。はい、そういうことでございます。それでは皆さん、また次回よろしくお願いします。お疲れ様でした。またね。なんか案ないの？あ、ここにあったわ、作業台。